水曜日ナイトゲーム午後7時のキックオフ予定です。前半がスタートしました。ベルマーレボール、カットインから下ろせ、左足、縦パス、長いボールが入ってチャンスが広がりました、はい、ガンバー多いですね。これも運ぶ、入れ替わってきました。引きつけて、どうですか、足元大橋、切り替え抜けた、振れない、福岡でした。かわしたまでは良かったんですが、うまく足が出てきました。まあ、中央部をよりバランスよく隠せているのはこれ湘南なのは間違いないので、5-3-2ですから、はい、ここまでは湘南の方が思うような場面は多く作れていると思います。おう、ヘディングシュート、先制しました。ベルマーレ大橋、ちょっと東口は先読みしたんですか、多分クロスが超えることを予測したのかもしれないですね。リスタート、山見が蹴ります。柔らかいボールを合わせてきました。クロスバーこぼれてきた。手前から走ってますので、オンサイドですし、うまく抑えて最後も合わせてると思うんですけども、少しアウトにかかりましたね。田中、ルーズボール、瀬川、ダイレクトシュート、一気に長いボール、パトリック、これはあカードをもらっている杉岡、今目ですかね、すでにイエローカードをもらってます。決められなかった方に意識は向いてしまったと思うんですけども、まあ、パトリックは狙ってましてね。まあ、少し前に入られた、はい、山口監督はプラス8分、まあ、主審も時計見てましたんで、もう時間ないと思います。試合終了、馬渡は青向きに倒れ込んでしまいました。1対0。